マールバラ公爵、スペンサー・チャーチル家の邸宅ブレナム宮殿世襲貴族は、社位を世襲できるイギリス貴族である。貴族は普通世襲だが、イギリスには一大貴族、報復貴族、聖職貴族など非世襲の貴族があるため、それに対応する分類である。2020年現在総計814家の世襲貴族家が存在する。内訳は公爵家31や、 公爵が34や白爵が193や死爵が112や男爵が444やである。デボンシャー公爵キャベンディッシュ家の邸宅チャッツワース、ハウスのメインホールエドワードザンゲオーの代にはすでに、貴族の爵位の原型があったようである。エドワードザンゲオーはイングランドを4分割して、それぞれを治める豪族に、デエンジンが使っていた称号 R を,を与えたという。ただこの頃には、 理解や称号が曖昧だった。格好たる貴族制度イングランドに最初に築いた王は征服王ウィリアム一世である。彼はもともとフランスのノルマンディー降であったが、エドワードザンゲ王の崩御後、イングランド王位継承権を主張して1066年にイングランドを征服し、イングランド王位についた。徴用した進化もフランスから連れてきたノルマン人だったため、 大陸にあった貴族の借位制度がイングランドにも持ち込まれた。チャッツワースハウスのダイニングルームウィリアム一世によって最初に制度化された貴族称号は伯爵であり、1072年にウィリアム一世の老いにあたるヒューに与えられたチェスター伯爵がその最初のものである。伯爵は大陸ではカウントと呼ぶがイングランドに導入するにあたってウィリアム一世は エドワード残王時代の R を意識して R とした。ところが伯爵夫人たちにはイーアレスではなく大陸と同じカウンテスの称号を与えた。これは現在に至るまでこういう表記であり伯爵だけ夫と妻で称号がバラバラになっている。14世紀初頭まで貴族身分はごく少数の R と大多数のバロンだけだった。初期のバロンとは貴族称号ではなく 直属受風者を意味する言葉だった。R のみが強力な支配権を有する大バロンの持つ称号であった。バロンについては13世紀から14世紀にかけて大バロンのみを貴族とし、小バロンは騎士層として区別するようになり始め、バロンという言葉も国王から議会召集令状を受けてイングランド議会に出席し、それによって 貴族領と認められた所領を所有する貴族を意味するようになっていった。一方、召集令状を受けないショーバロ論は、衆裁判所を通して、集代表として議会に入るようになる。ソールズベリー公爵セシル家の邸宅ハットフィールドハウス、しかし、ヨーロッパ大陸から輸入された公爵、公爵、子爵が貴族領の有無、大償と関わりなく直居上によって与えられる。 貴族称号として登場してくると、バロンも所領保有の有無にかかわらず、直居上によって与えられる、最下位の貴族称号へと変化した。国王直居上による称号としての男爵位を最初に、受けたのは1387年に、キッター・ミンスター男爵に除されたジョンド・ビーチャムである。直居上による貴族称号には、議会出席権が付随しており、 国王の議会召集令状を受けなくても議会に出席できる。ハットフィールドハウスの武器庫。貴族称号の最上位である公爵は、1337年にエドワード三世が皇太子エドワード黒太子にコーンウォール公爵を与えたのが最初の事例である。ついでヘンリー三世の創尊ヘンリーにランカスター公爵位が与えられたことで公爵位が 貴族の最上位で大いに次ぐ爵位であることが明確化した。新民で最初に公爵位を与えられたのは1483年にリチャード3世よりノーフォーク公爵に助せられたジョン・ハワードである。公爵は1385年にオックスフォード伯爵ロバート・ドビアがダブリン公爵に助されたのが最初であり、死爵は1440年に第6代。 ボーモントダンシ男爵ジョンボーモントにボーモント・と死爵位が与えられたのが最初である。15世紀以降には新貴族女人はこの直居場による貴族称号喪失で統一された。所領の保有は貴族たることの前提条件ではなくなり、またその称号に関されている地名が受け爵者の所領で、あるとは限らなくなった。1328年創設のマーチ伯爵が、 受け釈者の所領と無関係な最初の称号である。レスター伯爵工区家の邸宅フォーカムホールのメインホール中世末から16世紀のチューラー朝まで世襲貴族の数は概ね50屋に止まっていた。しかし17世紀のスチュアート朝が多くの近欠から借位を間接的に売りに出したために最初の借位乱発が発生した。これにより17世紀末までに 上院世襲貴族の数は170やに増加した。ホーカムホールの寝室グリーンステートベッドルーム続いて18世紀に成立したハノーファー,アーサは、尺位乱発の傾向を一層強めた。上院世襲貴族の数は18世紀末までに270や、1830年代には350や、1870年代には400や、 1885年には450かと、急増の一途をたどる。近代に入って、貿易や商業で財を成した成金が、貴族に劣せられることが増えたためである。その彼らも100年、200年と時が経つという意味ある、伝統的貴族として君臨しているようになる。20世紀に入ると非保守党系の首相たちが、貴族院の保守党偏重状態を緩和しようとして、 さらに社位を乱発させた。とりわけ1916年から1922年まで首相を務めた自由党のデビッド・ロイド・ジョージは91の社位を1945年から1951年まで首相を務めた労働党のクレメント・アトリーは98の社位の新設を上層している。その結果、貴族院改革があった1999年時点で 世襲貴族家は750屋にも達していた。しかし1958年に一大貴族法が成立し、一大貴族制が誕生すると、新規の世襲貴族助赦は減少した。1984年に、元首相、ハロルド・マクミランが、ストックトン伯爵に除されたのを最後に、新民への世襲貴族助赦は途絶えている。ロスチャイルド男爵ロスチャイルド家の邸宅だった。 ワデスドンマナーセ州貴族の爵位は、創設時に応じて、イングランド貴族、スコットランド貴族、グレートブリテン貴族、アイルランド貴族、連合王国貴族の別があり、それぞれ公爵公爵白爵子爵男爵のご等級からなるである。ただし唯一の例外として、カナダのケベック州の土地を領地とする、ロンゲール男爵のみに関しては、英国君主が、 フランス王家によって創設された爵位と認めて英国貴族の枠組みに取り込む形をとっている。イギリス貴族の爵位は日本の家族の爵位のように公爵や伯爵という肩書きを単独で与えられるのではなくノーフォーク公爵ダービー伯爵といったように称号名の一部として与えられる。称号名は地名が一般的だが加盟と同じ場合もある。爵位は 複数所持することができる。上位の爵位を与えられても、下位の爵位が消滅することはない。白爵以上の貴族は、従属爵位を合わせ持っているのが普通であり、その法定推定相続人は、父が持つ二番目の爵位を儀礼称号として使用する。ただし、その家の持つ爵位がすべて同盟の場合は、領地や生にちなんだ爵位を儀礼称号として借り、おかせする。 例えば、タウンゼンド公爵家は公爵くらいの従属爵位に、タウンゼンド子爵位、タウンゼンド男爵位しか持たないため、公爵家の着難は領地にちなんだ称号の、レーナム子爵を名乗る。また、儀礼称号は爵位を実際に保有しているわけではなく、ゆえに法的には、貴族ではなく平民である。したがって、法定推定相続人に、貴族院議員資格はなく、代わりに平民として、 庶民院議員資格を有している。バース公借信家の邸宅ロングリートの階段兄弟、全員が継承できる大陸の借位と違って、イギリスの借位は常に一人だけが相続する。借位は終身であり、原則として、生前に譲ることはできない。借位保有者が死去した時にはその借位に定められた、継承方法に従って、借位継承が行われる。従って、 借位保有者が自分で継承者を決めることはできないし、養子を取ったとしても、借位継承順位には影響を及ぼさない。またかつて借位継承を拒否することはできなかったが、貴族院が庶民院に対して劣後していく中で貴族に庶民院議員資格がないことが問題となり、1963年に貴族法が制定されて、借位継承から1年以内であれば、 自分一代に限り借位を放棄して平民になることが可能と定められた。直居上によって創設された借位は大半が継承方法として初代の直径の着室の男系男子と定めており、この場合は娘や初代前に遡った分流は継承し得ない。ただ、借位によっては、それと異なる継承方法の特別継承者の規定が、 定められた借位もあり、その場合は、その継承方法に従う。従って、特別継承者の規定で継承が規定されている女子は、借位を継承し得る。また、議会召集令状によって創設された、古いイングランド貴族団借位は、継承方法が定められていないため、当時のイングランド相続法に従って、男子なき場合に女子が継承する。ただし、この場合は、 姉妹全員が共同相続人となるため、姉妹やその系統がある場合には、借位継承者を決められなくなり、その借位は停止となる。そのため議会招集令状による男借位は多くが停止状態になったままになっている。スコットランド貴族は男子なき場合に女子が継承できるのが通例である。なお貴族が蒸発して、 生死不明になった場合は、裁判所の死亡宣告を得ることで、借位継承が認められる。近時の例では1974年に第7代、ルーカン伯爵、ジョン・ビンガムが、別居中の妻の家で、子供たちのウバサンドラ・リベットが殺害された後に、失踪して、リベット殺害の容疑がかかったが、その後ずっと行方不明になっている件について、息子のジョージ・ビンガムが、 ロンドン高等法院に、父の死亡認定の申し立てを行い、2016年2月3日に、ロンドン高等法院から認められたことで、第8代、ルーカン伯爵位を継承している、ベッドフォード公社クラッセル家の邸宅部ォバーンアビーの一室。1999年まで、世襲貴族で成人に達している者は原則として、全員が貴族院議員であった。貴族院は長年にわたって、 世襲貴族を中心に構成されてきた。しかし1958年に一大貴族法が制定され、以降貴族院の一大貴族の割合は全時増加し、1998年2月の時点では、世襲貴族は貴族院の59%まで減少した。そして1999年のトニー・ブレア政権の貴族院改革によって、 世襲貴族の貴族院議員枠は92議席に限定されたので現在は大多数の世襲貴族が貴族院に議席を有していない状況である。貴族院での活動において、爵位の等級に重要性はない。貴族院議員たる貴族は、庶民院議員資格や庶民院議員選挙権を有さないが、貴族院議員ではない貴族は有する。なお、院外においても、 社位の等級の差を傘に来た振る舞いは好まれず、小説家オスカー・ワイルドも紳士であることに違いはないのである。社位の問題は、紋章の問題である。それ以上でもそれ以下でもない。と述べている。ノーサンバーランド公爵パーシー家の邸宅シオンハウスの17999年時点で、イギリス上院に世襲貴族家は750や存在していたが、 その大半は20世紀中に借位を受けた信仰貴族である。イギリスの借位は原則として男系男子のみに世襲されるので男子相続人を書いて絶景する例が多く長期にわたって存続するのが極めて困難なのが原因である。中世から貴族であった家で現存しているのは数いるほどしか存在していない。 サザーランド伯爵サザーランド家の邸宅団の便乗20世紀以前イギリス貴族は大半が大地主だった。保守党の地主議員ベートマンは著書の中で1870年代の大地主を3000エーカーの土地を保有し、かつ3000ポンド以上の,兆部の土地が必要だった。日本の地主は地祖改正後、 明治から大正にかけて、地主制が最も発展したとされる時期にあっても、五十長部もあれば、大地主と呼ばれていたことと比較すれば、英国、大地主たちが持つ三千エーカーの広大さが理解される。当時英国最大の大地主だった、サザーランド公社クルーソン5明に至っては135万854エーカーの土地を所有していた。当時の日本で最大の地主だったのは、 島根県の山林を中心に2万8000丁部の土地を所有した田辺家だが、サザーランド公爵家の所有する土地は実にその10倍以上である。英国、王子主たちの所有する土地がどれほど桁外れの広大さだったかがわかる。しかし広大な土地と屋敷を維持するだけでも費用がかさむ。上に20世紀に入ってからの相続税、財産税構成のせいで、 経済的に没落する貴族が現れるようになった。特に第二次世界大戦後のアトリー政権の社会主義的政策によって貧富の格差が縮められたことで貴族の所領経営は危機的状況に陥った。1946年には相続税の最高税率90%という貴族に過酷な引き上げが行われた。 これは1954年には改正されて緩和されたもののそれまでに多数の貴族が壊滅的打撃を受けた。デボンシャー公爵家やベッドフォード公爵などは直撃を被って本邸以外のすべての土地の売却を迫られた。現代では必ずしも貴族が裕福というわけではなくなっている。セント・オルバンズ公爵やリンスター公爵のように本邸を含めた全土地を失って 賃貸住宅暮らしに落ちぶれた公爵も存在する。1895年に創設された歴史的建造物の保護団体ナショナルトラストに屋敷や敷地の管理を委託し、邸宅の一部をホテルや博物館として有料公開し、その収入でやりくじしている貴族も多い。しかし、経済状態は家ごとに大きな差があり、うまく立ち回って未だ巨万の富を維持する。 王子主貴族も少なくはない。例えば、ロンドン屈指の高級住宅街メーフェアを中心に、莫大な土地を所有する第6代ウェストミンスター公爵ジェラルド・グローブナーは、巨額の資産を活用して、グローブナーグループという巨大な不動産企業のオーナーとなり、アメリカやオーストラリアや日本など世界17カ国で、ホテル事業などのビジネスを展開した。 2015年のサンデータイムズ、リッチリストによれば総資産額は約85億6000万ポンドで、英国内で経済活動する者の,の中で第9位という資産家である。英国貴族は大陸の貴族と違い法的な特権がほとんどなかった。行政、軍事における高級の地位が保障されることはなく、土地所有について税金を支払い、権利争いにおいては、 所有地内で暮らしているものから起訴されることもあった。イギリスは一方で強固な階級関係を維持しながら、その階級関係は固定的ではなく財産の上昇や加工で変わっていく流動的なものだった。特に紳士という高度に階級的な表彰は、やがて社会の最低辺まで加工するだけの流動性を有していた。旧体制フランスの貴族は自分たちの特権に、 固執したので閉鎖的なカーストとなり、その結果フランス革命で破局を迎えることになるが、英国貴族や紳士は、貧民の保護を自らの義務、名誉と心得ていたので、積極的な事前事業を行ったし、特権も適時に徐々に手放したので、閉鎖的なカーストとならず、むしろ無限に社会の底辺にまで広がっていた。労働貴族の概念はそれを象徴する。 19世紀フランスの歴史家、フランソワ・ピエール・ギオーム・ギゾーフランソワ・ルネド・シャトー・ブリアン、アレクシド・トクビル、イッポリット・テーヌらが揃って、イギリス貴族性を、義務、責任を負った、貴族性として、戦望と称賛の言葉を送っているゆえんである。カーライル・伯爵ハワード家の邸宅だったハワード城、イギリス貴族の次男以下は、ヤンガーさんと、通称される。 爵位を継承できるのは、長男だけなので、ヤンガーさんは、兄が男子なく死んで爵位を継承するか、自身が新規に爵位を与えられない限り平民である。また財産面でもイギリス貴族は厳格な、長子相続性をとっており、貴族の土地は、相続時の契約で分割不可能であるため、ヤンガーさんに分け前はない。徹底した、長子相続性は、貴族の土地の細分化を防ぐ意味があった。 ヤンガーさんは名誉称号以外は一般の紳士とほぼ変わりない存在であるため商工業の事業に従事するなどして生計を立てた。そのような立場のためにヤンガーさんは社交界においても貴婦人から避けられる存在で結婚が難しかったという。それだけにヤンガーさんたちは身を立てようと勉学に励み政治家、軍人、法律家、学者、 植民地行政官などになるものも多く、18世紀から19世紀の大英帝国の繁栄を支えたと言われる。公爵家と公爵家のヤンガーさんは、今日の儀礼称号を、ファーストネームに対して使用できる。伯爵家のヤンガーさんと、子爵男爵の息子は、オナラブルの継承で呼ばれる。また、貴族の娘は、伯爵以上の貴族の娘が、女王。 四尺以下の貴族の娘が、おならぶるの継承で呼ばれる。ありがとうございます。